NHK 衛星第2テレビジョン NHK 衛星第2テレビジョン NHK 衛星第2テレビジョン略称 BS2BS2 デジタル放送の受信機表示アイコン NHK にはかつて放送されていた日本放送協会 NHK の BS テレビチャンネルの一つ現行放送法上の衛星機関放送に該当するデジタルアナログとも NHK は2011年3月31日をもって委託放送事業、現衛生機関放送事業者としての放送を終了した。リモコンキー ID はその名の通り2であった。BS1 がニュースやスポーツ中継を中心とした編成であるのに、対して BS2 は映画やコンサート中継、アニメ、海外ドラマなどエンターテイメント性の高い番組を中心に、 編成されている。スポーツ中継は、大相撲、2011年初場所を最後に終了。春と夏の高校野球、会、閉会式、準々決勝、準決勝、決勝のみに限られるが、BS1 の編成の都合上で放送できない、場合まに放送される子があった、2007年7月29日の AFC アジアカップ決勝戦が、BS1 で、 参議院通常選挙開票速報放送に伴う代替放送もこれに該当した。また先日の通り、BS2 が地上波の難視聴解消を目的とする放送と位置づけられていたため、NHK ニュースをはよう日本、NHK ニュース7、NHK のドじま国会中継、日曜うちなど、総合テレビとのニュース番組の同時放送、さらに、 連続テレビ小説の45分先行放送、1週間、分再放送、大河ドラマの2時間先行放送など、総合テレビや教育テレビの番組を実写編成で放送していた。BS アナログ放送のチャンネルでは唯一、日本語字幕放送を行っていた。また衛星波三チャンネルの中では唯一、NHK ニュース速報のテロップは表示せず、地震速報のみ速報テロップ表示。 全国放送で震度3以上の場合に限るを行う。ローカルの地震速報の場合は、衛星波3チャンネルとも表示なし。また、衛星波3チャンネルとも、交通情報、気象警報のテロップ表示も一切行われていない、総合テレビが担っているため。台風が日本列島に接近、上陸する恐れがあるときや地震での大規模災害があったときは、 深夜から、早朝の番組の一部を総合テレビと、サイマル放送で差し替える形をとったことがある。なお、東日本大震災時は、発生から一週間は BS1 が総合テレビ、BS2 が教育テレビの同時放送を行い、その後も BS1 は総合テレビの地震関連ニュースを昼夜体制で、同時放送。BS2 は、おはよう日本、正午のニュース、 ニュースセブンを BS1 と同時放送した以外はほぼ通常編成に戻した。おはよう、日本の前身、NHK ニュースワイド、NHK モーニングワイドの時代には、週替わりで全国のローカル枠の番組を放送したことがあった。デジタルアナログともに同一内容を放送している。デジタル放送については、NHK は放送免許を持たず、委託放送事業者として、 放送を行っている。アナログについても2007年10月31日24時をもって NHK の放送局としては廃局となり、委託放送事業者に移行した。BS デジタル放送では、標準画質であるが、放送時間の大半が、ハイビジョン同様16、9の画面で放送され、2カ国語放送、解説放送もステレオで放送されることがあるほか一部の、 音楽、映画番組では5.1サラウンド放送もある。またリモコンの d ボタンで気象情報のデータ放送を見ることもできる。なお、16、9の画面で放送されている番組は原則としてハイビジョン制作である。2006年11月20日よりハイビジョン制作の番組一部の15秒、30秒、1分の番組案内スポットも含むは原則として16。 Q の画面で放送されている。また BS デジタル放送開局時から2007年11月26日0時55分までは8スロットによる放送であったが、アナログ物資の終了に伴う衛星スロット配置の変更に伴い同日5時から3スロット追加されて11スットでの放送となり、画質が向上した。NHK の衛星放送は、 当初から2チャンネル体制での放送体制を計画しており、基本的には山間部や離島地域など南市町地域への対策を目的として NHK 衛星第一テレビジョン、BS1 が総合テレビ、BS2 が教育テレビのそれぞれの同時、内視は時差編成を中心として行うこととしていた。しかし1984年5月12日の 開局時に使用した、ユリ2号 a の中継機とその予備各1台が故障する、トラブルに着込まれ、予定していた2チャンネル体制での放送は急遽中止。放送後しばらくは1チャンネルで、地上波2チャンネルの同時、時差編成の混成放送を行うこととなった。1986年2月12日、本来は、 予備衛星となる予定であった有利2号 B が打ち上げられ本来の2チャンネル体制が可能な環境が確立。1986年12月25日からにチャンネル体制での放送が開始された。1987年7月4日から BS1 が24時間完全自主編成の放送となってからは、地上波2チャンネルの同時、自作編成を中心に行い、 1989年6月1日からの本放送突入以後はそれを並行しつつも本格的な独自編成を取り入れた24時間放送。ただし初期の頃は実際は口述の通り23時間以下しか放送されなかったを開始するようになった。2011年のテレビ放送の完全デジタル化に向けて衛星放送は抜本再編されることになった。 これに伴い BS1、BS2 武士の衛星破産、チャンネルは2010年度いっぱいで放送終了することが決定した。BS2 は2010年度を現在のハイビジョン専用チャンネルとしての最終年度と位置づけた武士との連動性を図り、さらに文化、娯楽、共用の番組コンテンツの充実を図ってハイビジョン化になる編成が行われた。 総務省における手続きを経て2010年12月9日 NHK から新生 BS の概要が発表されたチャンネル2証明コンテンツを引き継いだ BS1 と異なり BS2 と武士は連動性の実績を活かして新しいチンネル BS プレミアムとして生まれ変わることになったこれに伴い BS プレミアムのオリジナルドラマアニメなどの放送が決定した BS プレミアムの意味合いとしては、見るべきテレビがあるをテーマに掲げ、ハイビジョン映像の高画質による高級感のあふれる娯楽、映画、演劇、音楽、芸術と教養の総合チャンネルの番を提供するという狙いが込められている。2011年3月31日24時をもって BS1、BS2 武士の衛星破産チャンネルは閉局した。 その後デジタル放送スロット数変更の作業を行い、翌4月1日朝6時に新生ハイビジョンチャンネル BS1S プレミアムが放送を開始した。アナログ BS2 に割り当てられていた BS 物理 11CH については同年7月24日の正午まで BS プレミアムのサイマル放送が行われた。その後は通常の番組は放送されなくなり、 アナログ放送の終了告知のみに切り替えられた。24時間放送を停止して、深夜から早朝の数時間に放送休止枠を設定し、その時間帯に技術実験として次世代ハイビジョンなどの試験放送を行うことも検討されていたが、実施されなかった。新 BS1BS BS プレミアムの放送開始と同時に BS2 で実施されていた。 地上波放送難視聴者対策放送も終了した。デジタル放送完全移行後も地上波が映らないため、BS アナログを視聴している一部地域には、BS デジタルチューナーを配布し、地デジ難視対策衛星放送で見られるようにする対策を取った。ただし、連続テレビ小説と大河ドラマについては引き続き BS プレミアムで、地上波よりも先に放送される前者は、 平日7時30分7時45分再放送もあり、土曜には6話連続放送もある。校舎は日曜18時18時45分ほか、爽やか自然百景など、ごく一部の地上波番組も BS プレミアムで引き続き放送される。高校野球中継、大相撲中継は放送がなくなるほか、地上波ニュース番組の BS 同時放送も、災害、地震。 津波などの全般性放送の臨時ニュースを除いて完全になくなった。さらに大晦日の NHK 紅白歌合戦も衛星放送からの放送もなくなった。BS プレミアムのリモコンキー ID は武士の3を引き継ぎ同 ID にでの放送は3月31日24時で終了した。また BS プレミアム開始の前週からは 武士の欄に BS プレミアムの一部が表示されていた。しかし、BS-102CH は2011年10月16日までは、このチャンネルを押すと、臨時放送用のチャンネルが休止しているため、ご覧の放送局の別のチャンネルに切り替えますと、表示して BS、BS-101CH へ動的に誘導、ないしは、このチャンネルはありませんと表示されていたが、十月十七日の、 メンテナンス終了以後は、イプグの番組表に常時掲載され、放送がない場合、イプグには、この時間帯は 101CH をご覧ください。と表記された。また 102CH を押した場合、このチャンネルは休止していますと表示され、自動誘導されなくなった。この 102CH では主に BS1 の通常、放送を行う 101CH で、 特番編成やスポーツ中継などの理由で定時に放送できない場合に備えたマルチ編成のための予備チャンネルとして使われるようになった。2013年1月10日からは 102CH のンを使ってメインチャンネルの番組を表示するようになり、以前のようにサブチャンネル終了後自動的にメインチャンネルの番組に切り替わる。 NHK の放送派でプレミアムの名称が付くチャンネルはその他に在外日本人向けの NHK ワールドプレミアムがあるがこちらは BS プレミアムとは違い娯楽、教養だけでなくニュース、情報番組、スポーツ中継も編成され有料放送、無料放送が混在する NHK の海外日本語有料チャンネルであるワールドプレミアムでも BS プレミアムの一部組が 放送される。毎日5時期券の24時間放送。年1回メンテナンスのためデジタル放送のみ、放送休止あり。アナログ放送は、喪失を2系統化しているためメンテナンスがあっても、完全無休で放送。ごく初期の頃、NHK 衛星放送局宛てに受信報告書を郵送した場合、放送衛星をデザインにあしらった。 ベリカードを発行することがあったが、その後はオリジナルのベリカードは発行されていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。